小林さんなんかひどかったよな、あのうるささ、はい、まあしつこかったですね、ほんましつこいわ、はい、まあ、出さんもすごい、どんな声で来ましたもんね、市民でシャワー3本ヒット3本ですよ、太陽戦で気分いいじゃないですか、でシャワーが入ったらダーッと上げて、おいしょだーとか言って、お前なんだあの今日の2打席のあのスイングワールドが怖いとか言って気を張ってますから、ええですよほんま、正月ね、12月31日ですよ、うん、大晦日、はい、まで練習ですよ、三沢さんね、カープは、三沢さんの練習場をきれいに掃除して、はい、午前中、はい、で、正月休みです、はい、で、1年間どうもありがとうございましたとか言ったら、はい、うん、ご苦労さんとか言って、明日お前、あ、今日帰るのかとか言って、若い前に、はい、帰りますとか、じゃあ明日お前、3時から練習なとか言って、3時からって簡単さ、ええですよ。でもあの頃3日ぐらいしか休めない、4、5日しかなかったな、俺。なかった。3日ぐらいしかなかったですよ。なかったな。僕は1日だけですもん。だから1日ないですよ。そうなんですね。あの頃、はい、だからシーズン終わるやん。で、ただ11月、12月って完璧な練習やもんな。そうですよ。で、1月の15日から自主トレ行くんですもん、沖縄に。そうだよな。うん、で、合同自主トレ。あの時、合同自主する前に自主トレがあったやん。はい、まだ広島やった時、大野でね、ジャージで。はい、ちょっと待って、これよ、ジャージだけやろこれ、レイアップポイントにしちゃえ、なるほど、なるほど、キャンプ行ってユニフォーム着た瞬間、みんながジャージからユニフォーム変わっただけやな、キャンプ2月ぐらいやってましたもん、なるほど、あの後やな、1月キャンプでしょ、ジャージのキャンプじゃないですか、2月がユニフォームキャンプ、あ、いや、ほんまそうだったよな、今完全にね、1月とかはですね、で、コーチが言ってます、いいか、お前みんなと寝るんだ、11月17日みんな休んでたけど、線上がんないやん、みんなやってますって、まあ、みんなやってるんだもん、俺たちのみんな11月全員やってるよでもね、休みのそれは変わったよな、選手会がポストシーズン、まあまあね、ポストシーズンって、ね、ね、だから俺一番最初思った時に、あ、これレギュラー伸びるねと思った、伸びる期間が、ね、若い子出てこない、出てこないからと思ったな、そういうことですね、そうそう、あの斉藤さん、斉藤明夫さんおるじゃないですか、あの時、高橋さんやったかな、俺高橋さんだ、俺、お前な、斉藤明夫のあいつな、点数投げたらベンチからバックじゃなくて、って言えとか言って生まれって言ってないって、もう悪いもうピーやね、ピーコピー、コピーやね斉藤さんが牽制して斉藤さんがマウンド降りてきてベンチの前まで来て、それだけ言うなとか俺、笑わせなさ、俺、どうあってもあの人打てるの、どうあってももう素振りしなくてもいいで、横浜球場でずっとこうやってバット持ってずっとこう見せてないんですよ、ずっと見せたらマウンドからで、カーンと当たるやん、アンダーソーダやったか、言ってましたよ、カーンと当たるやん、あのデーブさんからのカナタの番組、どうしても何投げても打たれるから下から投げてやったで、普通はで次のバッターボックス、うん、ね、バッターが入った時にこう振ってるじゃないですか、振りもせんと、そうそう、だからさっき吉岡さんが言ったマウンドが振れって振るぐらいせろみたいな、斉藤さんもろかったですね、面白かった、笑いましたよね、だってマウンドでさリードしてるとさ、はい、股の下からこう、そうそうそう、見てる人だよ、へぇー、もう股の下からリードしてる、いろんな人いたよな、セカンド、ね、セカンドでサウンドしやろうと思ってこうやってたら足上げた人に、ゆーとこっちに出たえぇーとか言って、いや、本当ね、いや、本当に面白い人がいてさ、だってさ、本当カーブって尽きないんだけど、佐伯さんってピッチャーいたよ、佐伯さんね、佐伯さん、21番のエース、夏よ、ローチンやん
にするでしょ。本当ですよ、本当です。ほんま。本当です。老人は。なんかしっかり折るみたいですよ。そうそうそう、こうやって。テーピングありましたよね、一回タイムのかけてテーピング入れにしてきたんです。そうかな。テーピング、昔のテーピングって硬いじゃないですか、はい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 、曲がんないんですよ、はい、またタイムかけて投げられへんから。そうですか。そういうのネタでしょ。で、立ったらこうやってると、こうやってるとボールが出てくる。こうやって投げる。で、シッピンボーイヤーの時に、シッピンの時に顔がインサイドの顔。なるほど。ここシュート、シュート、シュート。いや、でも本当ね、面白かったな。面白いですね。今聞いてるだけでも相当ですよね。僕ルーキーの時に横浜戦対応戦ですね。キャッチャー若野さんと。はい、若野さん。で打席入って新人じゃないですか。こんにちはとかで、おお、あんまり見ない名前だなとかで、新ルーキーですお願いしますって。で1球目です。投げた瞬間、危ないって言われて、ほんまに何やこれの、ストライク、ストライク、これがな、プロの気にしないよね。ひどいな。若菜さんも結構吉本やってますからね。だから、すごい声でした、危ないって言われて、素晴らしい。それあるんですか。要は、はっちゃんがさ、ヤガヤさんがさ、バーって言ったのを覚えてる。こう打席立ってさ、ピッチャーがさ、真ん中来たらバーカーって言われるよな。こっちびっくりするの、おいってなるよな。市民球場の話がちょこちょこ出てたんですけど、ヨシコさん喧嘩されてたじゃないですか、ファンと。何が？何が喧嘩して、何が喧嘩。それは喧嘩じゃなくて、あれだろう、なんとかこうお互いの気持ちのこうやり取りだよ。何が喧嘩ない、やり取りですよ、ね、やかましいっては言ったけど。そうですね、あったよ、あったあった、うん。翔太さんもなんかこう結構セクシーなんとしろって言われてたんで、あ、言われたですね。でそれを聞いてやりました、ね、あ、やりましょうかってやってたっておっしゃってたそれ受けるんですけど。いや、なんかその話を聞いて、いそんなリクエストに、すごいよね。いや、でもその僕思うやけど、まあ、今の時代は無理かもしれないですけど、うん、お客さんがね、うん、来てるじゃないですか、はい、来てくれてるじゃないですか、はい、で、お客さんが、じゃあそのお客さんの一人は僕のセーフティーバンドを見たいっていう人が、うん、ちょっとお前のセーフティーバンドにしてくれとか言われたら、うん、じゃあちょっとお見せしたろうかなっていうのは、はい、いや、それは技術があるの。ダサいって話聞いてセコンやからギラかヒットやから、どっち失敗しても打率は下がんないんだ。だって僕、客に走れ、ちょっと走ったことありますよ。どれなんですか、はい、あの市民球場ってすごいもう、あの、はい、近いからね、近いから、翔太行け、ここ走れとか言って、あ、今日の定義へとか言って、もう今日の試合負けて、あ、行ってくれとか言って、ほら、もう走ったのかなって。この場合逆だからね、よく1球目打つやんな。行くだな、行く、1球目待って、よし、1球目打つな、ほら、分かったか、お前何しちゃんな、1球目打つな、いいか、カーンって言って、アウトって言ったら、お客さんをフランスになってやがましい、こらもうお互いのちょっとのこう話し合いやね、ディスカッションですね、ディスカッションね、やがましい、こら近かったかな、もうすぐその辺になった、もうすぐ聞こえるからマジで。まあ、ようやじられましたね、しかしね、面白かったな、でも、あのやじ綺麗になったよね、今市民球場やじらんやろ、本当に、もう全然多分今出されるやろ、やじったすぐ警備員、あのベンチからこう声とかちょっとみたいなあったら警備員がすぐ来て、その2人で行ってみようか、バックネットで、いいうるら来たら、何してん、撃てよ、うるら、まっすぐ来るから撃って、いやいや、やります、本当にやりましょう、エンドランだろう、エンドランエンドランだろうって言ったら、ベンチから見たら、翔太、高橋、よしひこさんと翔太さんよ、やっやばいよ怖いの2人来てるってああってまあそんな中で、まあね、あの今年のカープまだまだ後半戦続くんで、いや、まあ、年になって変わりようがあるよね、うん、ああ何もでも変わるんですよね。いや思うけど、笹岡監督と要はあと川田ヘッドコーチがやっぱどういう野球をしてて、ちょっとこう思い切ってやろうやって、うん、そうですね、要はあの何だろう、負けても言い訳っていうより、うん、言い訳しなくてもいいよな、もうな、ね、僕はこういう野球やりますと、
で、なんであそこでエンドランかけたとか、なんで走られたとか、どうでもいいって、そういう、なんだろう、そういうのがなくなったらいいんじゃないかと思うかな。そうですね。うん、まあ、今日、吉彦さんと話してて、今のカープに足りないものは、やっぱり翔太さんがコーチとか、うん、翔太コーチやったらいいやろ。一番なくカープに。俺、翔太コーチやったら面白いと思うな。吉彦さんは、プッシュプッシュですよ、うん、絶対来てくれるなと思ってるコーチは高橋俊彦、翔太幸三絶対来てくれるなと思ってるっていうこと言われてます。いやでもね、はい、OB としてですよ、はい、うん、やっぱり今の成績っていうのはやっぱりちょっと寂しいですよ ね、 そうですね、うん、やっぱりどっか変えないと。そうですね、はい、変われるからね、はい、マジでそういうことです、うん、意識を変えないと、うん、変えるっていうことは誰かが変えてあげないといけないですね。それがきっかけ、きっかけ。だから僕らみたいにね、うん、大下剛さんっていうね、そうですね、やっぱり野球の厳しさを教えてもらったら、やっぱりそういうのは厳しい、やっぱり指導も、うん、で、いるよな、愛情ですよ、ね、そうですね、その選手のために絶対そういうのいるよな、はい、なんだ、優しいが優しくないからね。そうです、そうです、はい、うん、厳しいは優しいっていうのがあるんで、後で気づきますね。そうですね、そうだな、はい、うん、いいようにやっといて、ああ、あの人やって厳しくしてくれたから俺は 2,3 年元気のみだなっていうのね、はい、でも今回は本当、うちのチャンネルで、まあ、このお二人が揃ってっていうのを多分ものすごい方たちが見てくれると思うんですけど、はい、またぜひ機会があれば、ええ、あ、はい、都市伝説ではなく、はい、しょっちゅう出ていただければ、はい、夢の二遊間が、はい、っていうことを最強の、はい、もう最高です。ブランドもね、はい、ブランド外も、はい、まだまだいっぱい、こう全然何も使ってないですよ。助けたいのねっていう形で、はい、でも本当、うん、なんだろう、ショーも言ったけど、うん、これから時間があるからカープっていうのは本当に俺、違う野球を見せてほしいよね。そうですね、うん、でそういう面では絶対まだ日にちがあるわけだからね、だからそういう面で20連勝もできるわけやから。そうです、うん、そう、期待したいですね。今回はゲストで期待します。あやなちゃんと翔太さんが、はい、大丈夫で、これからくれました。行くで、行きます、行くで。その中で本日はありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。本日もありがとうございました。ゲームセット、よろしく。